はい、今日はパンチの質を高めるための、パンチャーズローという種目を紹介します。まあ、パンチャーズローは、パンチを打つ動きとこの逆の動き、この引く動作を、鍛えていきます。まあ、パンチを鍛えるためにこうパンチを打つ動作で押し出す方を鍛える人は結構多いんですけど、まあ、引く方もしっかり鍛えて、拮抗筋ですね、拮抗する筋肉をしっかり鍛えることによって、まあ、バランスよく、背面の筋肉が鍛えられることによってしっかり安定性、体幹の強化、まあ、強いパンチを生み出すことができるようになります。もうやり方は非常に簡単で、まあ、パワーラックなんかの、まあ、支柱、まあ、強い部分、柱なんかですねに、まあ、チューブを引っ掛けて、このパンチを打つ動きと逆ですね、しっかり引きつける、引きつけることによって、拮抗する筋肉を鍛えていきます。まあ、やっぱり前も後ろもしっかりバランスよく鍛えることが大切です。まあ、コツとしては、引くとき、引きつけるときになるべく爆発的にスパッと爆発的に引きつけて、戻すときはゆっくり戻すようにしてください。
まあ、ぜひ、まあ、特にバランスが悪いなと感じている人は、このパンチャーズローをやってみてください。ご視聴ありがとうございました。